に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はいな。おもれき430回ですね。430。はい、水月さん、はい、この間ケリーさん、あ、テレビに出たんですよ。あー、なんだっけ、街頭でインタビュー、ニュースのね、インタビュー受けて、どういう内容の？コロナの自粛が、期間が終わって、ケリーさんシティはもう時短営業がなくなるんですけど、飲みに行きますかっていう質問でした。はい、行きますって。飲み屋じゃなくて街頭で？あ、商店街で。あの町の？うん、あの商店街で。うん、へえ。見てくれた？いや、ローカルでしょ。うん、ケリーさんテレビだったんで。ですよね。うん、ケリーさんテレビなの？うん、だからあの町しか流れてないの？いやいやいや、あの県域、あの県域、都道府県域の。だから撮った？いや、撮ってない。なんで撮らへんの？だって本当に、だって映ると出ると思ってなかったの。採用されると思ってなかった。マジで？うん、いや、見してよ。もうないわけ？ない。5秒ぐらいだよ。5秒だけど、うん、あ、そう、うん。家で飲むより楽しいじゃんとかって言っときました。うわ、気持ち悪い。いや、あれが、ほら、首都圏とか、大丈夫だ、関西エリアとかの、ああいうね、ローカルニュースだと、見られる可能性あるけど、その、ケリーさん県の、その県域内ぐらいしか放送されてない。県域内だけ、うん、あの地方でも流れてない。ない。はあ、うん、の小さな放送局だから、ですね、うんうん、まずそこで夕方生放送でニュース番組やってること自体僕知らなかった。ああ、見てる人いるのかしらと。でも自分で一応見たわけ。一応その日だけ流れてんの。見た。とっときいや。いやー。一応マジとかやんだ。なんで。今もうそうですよ。いやー、まあ。親に送ったら喜んでくれるんじゃないの。いかにも飲み歩いてますよみたいな感じの人ですね。まあなかなかね、彼らも狙ってきますからね。うん、いやー。バレちゃったね。いや、マスクしてるし、あ、うん、メガネしてるし、帽子かぶってるし、うん、誰かわかる。わかるでしょ。うん。いやー、ちょっと冷静に喋れましたね。うん、もう本当に息づりでパッて、うん、すいませんって言って、ちょっと電車乗らなきゃって急ぐんだけどとか思ったんですけど、うんうん、ミーハーですね。よかったな。テレビデビュー。はい、はい、デビューした昔も出たことある。あ、そうなんだ。ケーブルテレビとかね。うん、なかなか地に足がついた曲ばかりですな。そうですね。うん、やっぱ地域密着型なんだよね。なるほど。うん、あ、次はコミュニティ FM でも。あ、でも、あ、でも、ローカル放送局出たことあるわ。テレビ？ラジオ、ラジオ。ラジオ。うん。県域じゃなくて地方の放送局。あ、町ぐらいのやつね。うん。うん、10分番組に出ましたよ。出るってどういうこと？本日は、うん、ケリーさんに来ていただきましたって、うん、その仕事が絡みの番組で、今日はケリーさんに解説していただきますっちゅうので。そんなんよりこっちの方が聞いてる人多いんじゃないの。まあね。あ、でもね、あ、でもね、それね、まあ、それも10年近く前ですけど、うん、そのラジオね、やっぱ車運転してる人は聞いてるんだね、カーラジオね。あ、まあやっぱりね、ずっとつけっぱなしにね。で、放送が終わった時に電話かかってきて、あ、ケリーさんなんとかラジオ出てたよねって言って。生まあ録音ですけど、でもその日の3時間前に行って、ほんで10分ぐらいの番組なんですけど、出ましたよ。3時間前に行って10分、うん、で夕方の番組で、うん、もうその録音したの。えらい高速時間長いねん。あ、違うよ、僕は高速された30分ぐらいだけど。あ、うん、あ、違う、だから昼過ぎに行って夕方の放送で流してもらったよって感じで、うん、っていうのありますね。その時本物のラジオ局行って、隣でそのローカル有名人気
ラジオパーソナリティ、あのパーソナリティが喋ってますから。っていうのはどのレベルなんかよくわかんないけど。あの地方行くと、ケリさん地方に行くと、当時有名だった。町レベルで？エリアレベルで。県、あ、その地方レベルで。坪井紀夫より有名？いい勝負じゃない？マジで？まあそう、本当ローカルタレントで、もう今一線引いちゃったけどね、トラック残して。あ、そう、うん、あれぐらいの人って、うんうん、うん、まあ有名ローカルタレントで、うん、だってずっと長年帯番組持ってたんで、トラブル起こすまで。ああ、うん、トラブル起こすのでね、うん、乗っかったね、うん、おーって思ったろ。はい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 、はい、なのでね、うん、またどこかで落ちてたら皆さんチェックしてください。あー、撮ってる人いるのかな。いるのかな。あんな行ったらくれるの？新聞社とかだったらさ、写真とか頼んだらくれるじゃん。私出た時は焼いていただきましたね。あー、そう、はい、あなたの出たのちゃんとしたの、まあ、一応じゃん。まあメインですからね、うんうん、うちだって通りすがりだもん。それは多分無理でしょ。別にいらないし。なんで撮っとかへんの？見たかったな。いや、じゃあ昔もね、そういうのでね、インタビュー受けてボツにされた経験があるので、うん、期待してなかったの。わかんないじゃん。わかんないよね、うんうん、そうなんですけどね。はい、じゃあ本編いきますね。何でしょう。今日はね、砂糖です。全然関係ない。まあね、クリスマスも近くなってきますからね、おいしいおいしいケーキにはお砂糖、砂糖が必要ですからね。あの昔ね、は、塩の歴史ってやったんですよ。マレちゃんの頃。マレちゃん、朝ドラのマレ。マレってどんな？あのケーキ作る、あの土屋太鳳が出ててさ、ほんで、能登半島がふるさとで、塩ちょうど、それで、ほら、塩作りのやってる家が、あったでしょ。あったでしょ。で、あの時に塩作りの歴史みたいなのってやったんですよ。で、さしすせその詩はやったのに、さすせそはやってないんですよ。ね、いっぱいあるやん。で、ちょっと調味料系のね、食べ物の歴史でたまにやりますけど。あ、じゃあ今後順番にやるの？すせそってやってくれる。そう、さすせそを。さし、しはやったのか。うん。で、さすせそをはずっとやってなかったので、ずっと長年心残りだったんです。じゃあさ。で、今日は砂糖です。砂糖。はい。砂糖好き？うん。大好き？うん。大好き。なので、ケリーさんちょっと今マイブームでね、料理で、あのコールスロー使うのマイブームなんですよ。コールスローキャベツで、うん、あるじゃん、スーパーにあの千切りキャベツ売ってるから、はいはいはい、あれの値下げしたやつ買ってきて、で、2パックぐらいをマヨネーズとこう、お酢とお砂糖で和えて、はいはい、あの、作って、あの、混ぜてるだけなんですけど、あれでね、白砂糖と、うん、あの大さじ、砂糖大さじ2杯って書いてあったんでね、うん、あのキューピーのホームページによると、はい、で、あれをいつも砂糖大さじ2杯だったんだけど、うん、白と黒と半ぶっこにしたの、黒砂糖と。ほうほうほう、むっちゃうまくなってね、黒砂糖うまっと思って。コクがね、やっぱ出るね、うん、黒いやつ。なので、ちょっとそれで癖になって、あの、スーパーで千切りキャベツ値引きしてたら、必ず買って、うん。キャベツぐらい切りなはれや、家で。千切り、僕上手じゃないんですよ。あるじゃん、こう。あ、シュッシュっておっしゃってたね。そうそうそう、うん。そうだね、でもさ、もう楽じゃん。だって、全然安いじゃん。わかるよ。袋入りより、やったら一玉ぐらい買えるでしょ。切らなくていいんだもん、まあ、そう楽なんですよ。もうあれでお好み作っても楽だ。いや、そうだっけ、うん、だ面倒な時にね、うん、ちょっとマイブームなんです、砂糖。コールスロー、あ、コールスローマイブームなんです。コールスロー、もう丼いっぱい食べるもん。言い方がおしゃれやけど、ただの千切りキャベツやん。さあ、砂糖の歴史ですね、参考にさせていただいたのはね、農畜産業振興機構ホームページより。そういう組織があるんですな。はい、まず、現在砂糖って今当たり前のようにありますが、うん、砂糖がなかった時代、うん、
はあはあ、甘味料としての砂糖以前、はい、うん、どうやって甘い糖分を取っていたかっていうことも載っておりました、うん、まず一つはですね、甘かずら線、甘ずら、甘ずら線、うん、これ前出てきたね、うん、なんだっけ、万葉集で食べ物の歌歌ったやつ、うん、なんか飛鳥奈良時代の人は草食べてるって、ね、うん、草じゃねえ山に自生するクズの一種、うん、ツタの一種で、その鶴の液に濃い甘みが含まれています、うん、秋から冬にかけて松や杉に絡んでいるのを地上より少し上のところを切断し、そこから液を取ります、うん、蜜のように甘く甘味料として利用されてたそうです、うん、あれみたいだね、このつるを切ってそこから液が出るって、うん、多分こう器とかになんか入れて溜めるんだよね、うん、そうね、あのヘチマ水作るときこうやって作るとね、つる、うん、切ってね、やりますな、うん、なんかそれを思い出しましたが、うん、平安時代には諸国から貢ぎ物としてこの甘面線が、うん、収められたっていう記録があります、うん、宮中では煎茶の中に甘面線を加えて飲まれてたそうです。美味しいの？美味しいのかな、グリーンティーみたいなやつね、煎茶、うーん、あるじゃん、京都とかに行くとさ、お抹茶みたいなの、粉と砂糖の混じった、うん、で、お水で溶かしたら飲めるやつ、うん、よく宇治に行くと、まあまあまあ、言いたいことは分かるけど、うん、まあね、やっぱ今みたいもんな甘い甘いものに舌が慣れてないから、まあ、多分ほのかな甘みが、甘みがやっぱりすごく贅沢なんじゃないですか。ね、その宇治、京都の宇治に行ったら、そのグリーンティーっていう甘い緑茶、あれ回ってるやつな、初めて飲んだ時感動したもん。そう、なんでこんな緑茶って美味しい飲み方あるんだよ。緑茶じゃないでしょ、うん、うまって思って、 あの頃京都とか行くたんび買ってたんだけど、はあはあはあ、すぐ飽きましたね。もう今飲んでないですね。かき氷でね、あれね、あの赤福氷がそうじゃん。ああ、そうです。それこそあれですよ、平安時代も甘面線でかき氷。ああ、そうです。冬ですけどね、冬ですよ、うん、夏はだって氷ないから、氷室から取ってもらえない、まあ、氷室もあるけど、まあ、冬なんか氷をかいてこう甘面かけて食ってたっていう、冬に、まあ、今冬だとアイスクリーム食べてるようなもんですね、そう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 、冬にね。で、中世以降は砂糖が出回ってくるので、うん、甘面線は姿を消していきます、うん、で、今日ではその実態すらよくわからない。そうですね、どういうつる植物なんか、まあ、いまいちよくわからない、わかんない、それもわかんないの、うん、じゃあ今でもそれを採取して、うん、っていう人もじゃあ皆無なのかな。ないでしょうね。あ、そうですか。まずこれが一つ甘味料としてあって、うん、あと次は蘇。蘇？蘇ですね。草冠、蘇が、蘇がのイルカの蘇ですね。蘇ってあれ？チーズみたいな。そうですね。これ動物質の。それ甘味料なんだ。甘味料として。へぇー。っていう認識もあるみたいね。うん、で、まあ、父から楽を取り、楽から蘇を作る。うん、で、蘇から大悟になります。大悟を作る、うん。で、これが乳製、まあ、乳製品の過程ですね。うん、牛乳から、ね、大悟になるまでのですね。うん、で、楽っていうのは、父から、乳から作った飲み物で、今風に言うと、乳酸飲料、うん、ぽいです。カルピス？カルピス、アンバサ。アンバサって知らないよ。ないでしょ、今。ある、あ、ないの？アンバサって。アンバサって今あんの？たまに見かけない、アンバサ。昔、狂ったより飲んだけどね。美味しかったよね。僕、なんかカルピスって高級品で、まださ、ペットボトルとか缶のカルピスウォーターってまだなかったから、はいはいはい、アンバサだったんですよ。アンバサな、コーラの自販機あったね。あとほら、今大東の自動販売機に、
500ミリ缶のホワイトソーダってあるよね、うん、なんかペプシとかと並んでさ、へー、うん、いや無性に飲みたい時それ買うね乳酸って。あと乳酸ってマミーとかさあーマミーね、紙パックのやつね、うん、あのピルクルとかピルクル、ね、ヤクルトとかもそうですよね、ビックルとかね、あ僕ねピルクル好き、ピルクルヤクルト味じゃん、ピルクルってあったな、あれ1リットルとか買ったら一気に飲んじゃうからあれも結構砂糖の塊でしょ、いやえぐい甘さでしょ、うん、あれもでも無性に飲みたい時、若い時500じゃ物足りなくて1リットルとか飲んでたけど、もう今紙パックのねストローさして、そう、もう今飲まないよ、飲んでましたな、うん、夏とか運動脱水ぐらいさ、もう干からびてるぐらい喉乾いてたら、うん、たまーに飲むけど今飲まないね、飲まんねー、うん、うち今ね飲むヨーグルト宅配で取ってるんですよ、ほう、牛乳屋さんから、へー、うん、で毎日ヨーグルトは飲んでるの、ほう、で、あの最初ちっちゃい瓶にするか 200ml 入った大きい瓶にするか悩んだのね、うん、で今はちっちゃい瓶にしてよかったなって思う、うん、もうね量が多い、量が多い 200ml だと飲み干すのに、だから どうなの胃の調子とかいいの、あなんかね風邪ひきにくくなったそうだ、でほら因果関係あんの？コロナにもならなかったし、コロナにもならなかったし、であのワクチンの接種も あの副反応出なかったし、あそう、うん、で家族もそうなのよ、あそうですか、うん、だから、うん、多分飲むヨーグルトのおかげ、ほんまかいな、俺も飲もうかな、マジでいいよ、マジで、うん、わかんないけど、なんかあのさワクチンの副反応もさ。多様な説がもうあってよく分かんなかった、分かんないけどね、何もなかったんでしょ、何にもなかったの、拍子抜けぐらい何にもなかったの、うん、出た、おしっこ、おしっこは普通じゃないの、違う違う、頻尿っていうのもあるらしいよ、ほんとあんたは頻尿じゃん、いやいや、もともとだけどそれ以上にも夜中に何回もおしっこ行って、そう、うん、何にもなかった。本当に。うん、まあ俺も痛いとか熱とかは出なかったけど。うんうん、はい。これが楽ね。そうね。うん。で、そうは。ああ、楽ね。うん。乳を乳を煮詰めたもので、ですな、うん、まあチーズみたいな感じ。うん、で、奈良に行くと蘇を作ってるお菓子メーカーがあるのね。あ、ありますね。で、あそこの食べると本当に練乳をチーズっぽい食感、うん、まあ、やっぱりほのかに甘みっていうのがある、甘い、甘い、練乳の味する、ああそう、まあ、乳糖っていうね、もともと糖分がありますから、うん、まあ、それが凝縮されるとまあやっぱほのかに甘いわけだ、でケイさん昔それを食べたくって言うとったな、行って売ってなくって製造会社まで行ったけど今作ってるところからないって断られて、うん、で悔しいから自分家で牛乳買って作った、うんうん、まずかった。まずかった。うん、あで職場に持ってってみんなに食わせた。うん、そんなのばっかり。うん、でもなんか、あ、なんか素朴な味とかって言われましたけどね。一晩中似てたんだもん。ああ、そらね。焦げつくもんね。うん、はい。で第5っていうのは、うん、蘇を作るときに上に浮かぶ油のようなもの。うん。アクみたいなもの。違うんじゃない、あの膜みたいなやつじゃないの。ああ、でそれはね、薬として珍重されたそうで、今風で言うとバターみたいなものじゃないかと考えられています。醍醐味ってやつですな。あのほら食べました？あの赤城乳業から出てるあのバターアイス。ああ、いや食べたいなと思ってたらなくなっちゃった。美味しいらしいね。うん。美味しかった。マジで、うん、あ、本当に。あのね、北海道のとかに行くと、ほら、高脂肪乳のアイスクリームってあるじゃん。ある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 。ああいう感じのバター風味のね、香りのいいやつ。へぇー、うん。もう売ってないでしょ。で、思ったほどね、カロリー高くないの。あ、そうなんだ。150キロカロリーぐらいの。そこ気にすんだ。うん、だって、僕さ、
聞いてた時あのバターの塊だと思ってたから、うん、そんなに、うん、濃厚で美味しかった。塊じゃないでしょ。、うん、だって色もそんな色してるんですよ。なんかね、乳黄色色してましたな。あ、美味しかったです、うん、あ、そう。あ、で去年その話聞いて、あの大絶賛してる友達がいて、うんって思ってたんだけど、今年売ってたから6個ぐらい大人買いしときました。、うん、あ、そうですか、うん、はい、はい。あとね、これそうね、だから牛乳系から甘いのを楽しむ。乳糖の凝縮したやつね。はい、で、うん、蜂蜜からも取ります。蜂蜜ね。養蜂ですね。はい。蜂、蜜蜂飼ってっていうのはもう光玉天皇2年、うん、643年にですね、うん、百済の王子、余保、うん、って人が日本で試みてみたんだけど失敗してるそうです。うん、でも朝鮮半島では養蜂って行われてたってことだよね。うん、うん、で、平安時代になると、うん、甲斐、うん、相模、うん、信濃、能登、越中、備中、備後で、うん、蜂蜜を朝廷に収めている記録があるそうです。うん、どうやって蜂蜜を取ってたかまでは記録に残ってないんですけど、うん、蜂蜜自体はだから各地でもう、うん、1000年ぐらい前には始まってたんだね。うん、で薬として使われたそうです。うん、で、あともう一個飴もありました。うん、で米もやしを用いて作ったそうです。うん、で、後に麦もやしも使うようになりました。うん、で、江戸時代には麦芽を使って飴、水飴ですね。そうよね。を作っていたそうです。うんうん、こういうので砂糖以外に、うん、あの甘みを取っていたそうです。うん、で、やっと本題の、砂糖なんですけども、うん、砂糖はですね、紀元前4世紀。はい。ってことは、6000年ぐらい前？うん。5000年、5、6000年昔、アレキサンダー大王が、インドを攻めたとき、うん、兵士がインドで砂糖を見た。蜂が作ったのではない硬い蜜を見つけたと大喜びしたという記録があるそうです。そうですね。うん、まあ、蜂蜜はドロッとしてるもんね。うん。うん、以後、キャラバンがですね、うん、砂糖を、だからインドから欧州にもたらしたっていうのが一番古い歴史みたいね。うん、で、砂糖の作り方ですけど、これはイスラム教徒によって広められたそうで、うん、こんな言葉があるそうです。砂糖はコーランと共に。うん、コーランはですね、イスラム教の経典ですよね。そうですね。と一緒に広がっていったそうですね。うん、うん、イスラム教徒の支配した地域ではサトウキビの栽培と製糖技術が、伝わったそうです。うん、で地中海東部で栽培が盛んとなり、北アフリカ、スペインにも広がっていったそうです。うん、でアジアの方ですけど、中国にね、唐の時代に砂糖のことが多く記録が見られるようになります。で、唐の大宗っていう、これ皇帝ですね。そうですね。は、白砂糖の製法を、天竺、インドに学びにも行かせているそうですよ。うん。うん。なので、白砂糖はインドから、うん、黒砂糖はアジア、西アジア、うん、ヨーロッパから伝わったという感じだそうです。イスラム教とね、酒飲めないんで、うん、まあ代わりにそういう甘いものを嗜好品として、うん、でも最初みんな黒砂糖なんでしょ、砂糖って作ると。黒砂糖からね、白砂糖ってできます。どうやってあれ白砂糖白になるの？糖蜜っていう成分をこう分離していくと白くなっていって黒い蜜が残るんだよね。 あれが何、あれところてんにかける蜜、黒蜜はまだちょっと違うと思うんですけど。あ、そうなんですね。なんで白にしたかったんだろうね。ねえ、まあ色味とかの問題もあるのかね。うん、確かにね、その黒砂糖を入れたコールスロー
作るときね、うん、マヨネーズとお酢と砂糖でケチャケチャってこう混ぜると、うん、まあ黒いね、あ汚い色になるよ、色つくんだ、うん、あーうわーなんかうまそうな色じゃない、うんうん、食べると美味しいんですけどね、うん、はい、さあ日本にはですね砂糖が伝わったのは天平商法6年、うん、西暦754年です、はい、鑑真が来朝した時の舶来品の中に石の蜜、石蜜と初糖、初糖、蜂蜜、甘蔗があったそうです、うんうん、これらみんな薬として持ってきてもらったそうですが、そうですね、うん、石蜜というのは氷砂糖のことです、うん、で初糖っていうのは現在の私たちがすぐイメージするお砂糖のこと、はい、で蜂蜜と甘蔗はサトウキビだそうです。そうやね、サトウキビ甘いよね、やばい甘い甘い甘い、いやそらそうでしょう、うん、あれ時々お土産でもらわない、鹿児島じゃない、鹿児島沖縄でねかじったりしましたか、うんうん、あんなキビでもらってもねあのサトウキビジュースって飲んだことはないんだ、なんか甘そう、甘そうで、あその場で絞ってってね、うん、それこそよく沖縄でやってますな、うん、沖縄行ったことないんで、まだ未経験です、はいはい、であとですね、まあ、鑑真が持ってきてくれたのと、あと遣唐使も持ち帰っていたというふうに考えられています、うん、まあそうでしょうね。で日宋貿易の輸入品目の中の薬品の中に砂糖も含まれています。はい、だからもうしょっちゅう中国からは来てたんですね、うん、だからもうこの日宋貿易の時代には上流階級の調味料、お菓子の材料として使われていたんだって、うんうん、で室町時代ですね、この時代になると明の江南地方、うん、南部の方でしょうね、中国の南部ですね、うん、黒糖、黒砂糖、白砂糖が輸入されていたことが分かっています、うん、で輸入量が少なかったそうですよ、まだまだね、はい、で室町中期になると琉球からも日本に輸入されるようになって、この頃に羊羹、まんじゅうが作り出されます。美味しい、羊羹って美味しいよね、羊羹は結構ね、安物と全然違うね、違う、この辺違うよね、めっちゃ高いけどね、いいやつ。あとね、栗きんとん、きんとん、キュッてやつ、そうそうそう、あの栗をなんちゅうのこうこす、なんちゅうのなんですっけ、粉粉にしてね、あのほら栗の甘露、裏ごし、あそうそう、あの栗の甘露煮じゃなくて、はいはい、ね、あの信州とか中津川とか、ね、あの岐阜の方とかだと、ね、店がありますね、何軒か、あのあれあって、そういうのちょうど秋の時期って、うん、新しい栗でね作ったの売り出されて、新栗でね、ね、デパートなんかでも売ってるの、高いよね、高いね、でスーパーでね安いの売ってたんですよ、うん、で買ったんですけどね、やっぱ違うのでしょうな、でなんでこんな食感違うんだろうって思ったら、あの栗と白インゲンと、ああ、まあ、混ぜもんっていうか、うん、長いもんですね、増量分が、うん、全然違うんだって、純栗じゃないんだ、ね、うんうん、だからね、こういう和菓子もやっぱ安くてうまいのもありがたいけど、うん、高級なのは本当うまいね、まあね、高いやつは美味しいですな、うん、確かに、こういうのもね室町の時代にはちょっと出てくる、まあ、砂糖っていうのが、ね、ね、菓子の原料で、うん、で南蛮貿易の時代になると輸入量が増えてくるそうです、うん、で江戸時代になりますと、はい、砂糖の製法が製法を始めたのが琉球が最初になります、うんうん、まあ、そうだろうね。で1623年に琉球から中国に使者を送り、砂糖の製法を学ばせたという記録があります、はい、でそこから琉球、うん、奄美大島、喜界島、うん、徳之島、はい、でも製造、増産がされます、うん、だから北進するんですね、ああ、うん、はいはいはい、で、これを管轄していたのが薩摩藩
なので薩摩藩は砂糖で莫大な収益を得たそうです。はい、まあ、これあの瀬古堂でやってましたね。まあまあそうですね、うん、薩摩藩といえば琉球のね支配をして、はい、うん、で鎖国時代ですね、江戸時代の鎖国時代にはですね、輸入された砂糖が出島から入ってきて長崎に入って大阪、うん、そして諸国へこう広がってたそうです、うん、流通してたそうですね、うん、で砂糖の代金として金銀銅がでも砂糖って海外から入ってくるから、うん、支払いに ね、うん、そのお金が金銀銅が海外へ流出するのを幕府が危惧して、1715年には、うん、幕府は砂糖の輸入制限を行います、うん、で国産化に転換します、うん、で西南日本ですね、だから九州の方とか、うん、西日本でサトウキビ栽培が積極的に取り入れられます。はい、で1798年サヌキの砂糖、サヌキの国の砂糖、うん、これ和三盆だそうですが、そうですね、うん、これが大阪の中央市場に登場してくるそうです、うん、18世紀の末にはサヌキって香川県で砂糖作ってる。香川のね和三盆今でも有名ですよ。砂糖キビ作ってるの？今はどうなんだろうね。近世はよくね言いますけどね。和三盆ね、うん、ちょっと上品すぎて苦手。なんか、うん、それこそ食べたことある？サヌキの結構有名なあの落雁とかで和三盆ちゃんと使ってるやつって。ないと思う。美味しいよ。それなんかお菓子の品に合ったものだと和三盆ってあるのかな、うん、なんかあるじゃんスーパーとかでも和三盆、和三盆塩とかって書いてあるけどね、あの子となんかそんなうまいって思わない？落雁なんかやっぱ美味しいですけどね、ちょっとした苦い茶とよく合いますけど、うん、あそうですね、美味しい落雁美味しいよね、うまいよね、うん、ね徳川家光や徳川吉宗は砂糖の製造をね、随分奨励したそうで、うん、薩摩、紀、さぬき、阿波、和泉、駿河、遠江、うん、三河でも、製造が始まるそうです。はい。静岡とかでも作ってんだね。まあ、やっぱ基本ね、温暖な地域になってるから。そうですけどね。砂糖って、あれだよ、砂糖球って1年じゃないんですよ。あ、1年に育たない？3年、2年か3年早かしとかないといけないんで、やっぱ冬が寒いとダメなんだよね。あー、うん、でも寒いよ。うん、まあね、なんかやっぱ沖縄とか南国のイメージが、まあ、もちろんそうだよ、まあ、日本の中じゃ比較的温暖な地域ですよね。で、もうこの頃になると江戸時代になると砂糖が入手しやすくなるので、一般家庭でも調味料として使われるようになります。はい、近代ですね、うん、明治以降ですが、不平等条約の下で輸入砂糖が国内に流れ込みます、うん、で沖縄奄美を除き零細の、 小規模な国内の砂糖産業は壊滅していきます、うん、なるほど、だから効かないんだね、うんうん、で日清戦争の後ですね、うん、だからもうほとんど20世紀になってきますが、台湾経済の台湾の方の経済政策で製糖業、うん、砂糖を作るのが重要な産業として位置づけられて、うん、近代製糖業が確立します、うん、製糖って砂糖を作るね、うん、で国内でも生産体制が整備されるようになって、これでもっともっと流通するんだね、うん、で太平洋戦争が始まると沖縄、じゃあごめんなさい、台湾からの輸送が困難になってきて、うん、深刻な砂糖不足になります、はい、砂糖が作れなくなったり軍に回してるから砂糖不足なんじゃないんですよね。そらもう輸入が途絶えるからでしょ。なるほど、だから沖縄とか台湾から来なくなるから船がね沈められちゃうから、うん、そういう意味で砂糖不足だったんだ、うんうん、国内ではねほとんどできないですかね、作ってないんだから 作れなくなったんだろうね、うん、はい、戦後ですね、昭和27年1952年までは
配給制だったそうです、うん、戦争が終わってもね、はい、で代用品として人工甘味料が使われました、うん、ズルチン、ズルチンとかチクロ、チクロ、はい、でこれらは安全性の面からですね現在使用が禁止されています、うん、ズルチンは肝臓障害を起こすそうです、うん、チクロは発がん性、うん、奇形性、奇形の子が生まれる疑いがあるそうですね、うん、ズルチンってすごいね、ズルいチンチンみたいなズルチンみたいな砂糖の何万倍とかなんでしょ、甘みの。あ、そう、うん、でも今でもこんな人工甘味料あるじゃん、コカ・コーラゼロとかステビアとかね、まあ今でも使いますけどね、うん、あれらもなんでできたかわかんないんだってね、偶然の産物らしいですよ、ね、あ、まあこのズルチンとかもそうですけどね、うん、なんか違うものを作ってたらできちゃったみたいな、うん、まあでも普通のコーラ飲むんだったらゼロコーラ飲んじゃうんだけど、うんうん、なんか後引く甘さがなんか嫌だな。たまにやっぱり赤いコーラ飲むと美味しいね。そう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 、ゼロばっかり飲んでてたまにあの本当のコーラ飲むと、あ、美味しいんだなと。あのなんか科学番組で見たけど、うん、砂糖と人工甘味料をアリさんに、うん、はいはいはい、好きな方食べなっちゅうと、うん、アリさん人工甘味料手つけないんだってみたいだね。うん、あんなの喜んでる人間だけなんでしょうねちなみにですね、砂糖の年間消費量なんですけど、日本人の、はい、昭和48年はですね、日本人1人当たり1年間で29キロ砂糖を消費してました。現在はですね20キロだそうです。あ、やっぱり減ってんだね。減ってるんですね。やっぱりカロリーとかね、やっぱりそのダイエットっていうと、うん、なんとなく砂糖っていうのが悪者にされちゃうもんね。悪ですよ、もう骨溶けちゃうしね骨それコーラ、うん、だってさ、このカンカンにこれだけの砂糖が入ってるんだよとかさ、そうそうそう、実物見せられたりしてさ、うん、なんかとかってなんか見せさせられたことありません？あります、うん、それがいいのか悪いのかもよくわかんないけどね。やっぱあんだけ甘いって相当入ってくるね、うん、自分とかでやっぱり料理して入れすぎちゃったかなぐらいでも、あの程度の甘さを、うん、飲み物のあの甘さって多分えぐいよね。そうですね、えぐいんだけど、砂糖大さじ2杯入れるのって思うけど、うん、あ、まあまあいい甘さだなって思うんですけどね。うん、だってチョコレートなんかもすごいもんね、砂糖ね。油と砂糖の塊でしょ、うん、美味しいけどね。ね、今ね、コーラとかたまに飲みたいから飲むけど、うん、僕はちょっとコーヒー飲めないんだけど、うん、紅茶とかでも、うん、ほら普通のストレートティーとかミルクティーとか、うん、甘くて飲めないの、しんどい、うん、市販のやつ買うと、うん、だから無糖を好んで買う。へえ、うん、らしくないね。いや本当にね、たまにカルピスとか飲みたい時は買う、飲むけど、うん、普通飲み物はお酒以外の無糖ですよ僕そうなの、うん、僕はお酒で糖分取ってますね。お酒で糖分取ってる、うん、酎ハイとか。ああ、酎ハイも大概入ってんやろうな。そうですね、やっぱ楽しい酒はね、それだけやっぱ太るってことですね。まあね、うん、そうかな、うん、今日も楽しみですね。そうね、はい、さあ、以上砂糖の歴史でした。うん、砂糖、そのさ、砂糖がさ、入りづらくなった時、うん、三重県に赤福餅ってあるでしょ。はいはいはい、あれ一時期黒砂糖で、ああ、なんか復刻版みたいなのが出たんでしょ。今復刻版がたまに販売されてるんですけど、僕ね、普通の赤福より黒砂糖の方が好き。へえ、うん、こっちレギュラーで出してほしいと 思いますよね。あのウイローとかも僕白より黒が好き。あ、うん、蒸しパンも黒の方が好きそう、うん、蒸しパンなんか食べないわ。あ、のどくろ飴も好きだよ。のどくろ飴、うん、食べない。なちぐろも好き。なちぐろって、うん、なんだね、あのコクのね、違いね。里が知れますよ、うんうん、え、なちぐろって全国じゃない。なんでやねん。え、違うの、なちぐろ飴。あの辺しか頑張れへんがな。
まあそれだって和歌山のメーカーだもんね。 CM やってたけど全国ウーロー、ね、そうそう、どっこいどっこいってやってたけど。まあケリーさん三重県出身ですから別に普通ですけどね、うん、三重県だけでしょうな、うんうん、はい、ではお便り紹介させていただきます。手紙花丸ちゃんからいただきました。花丸、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは、初めてお便りします。私がおもれきを聞き始めたのは今年2021年のゴールデンウィークの頃のことです。3月に20ギガまで使えて、しかも若干安くなるコース、携帯ですね、うん、に切り替えて、それまで目標2ギガで Wi-Fi などでは、おいそれとネット検索もできなかった私の生活はガラリと変わりました、うん、ポッドキャストもその一つです。いろいろ聞いてみましたが、数あるポッドキャストの中でおもれきはピカイチです。お話の内容はとてもためになるけど難しすぎず、スーッと頭に入っていきます。出ていくのも早いそうですよ、うん、はい、半分くらい雑談で緩い雰囲気なのも気に入ってどっぷりハマりました。時々お二人の話にツッコミを入れたりしながら、最近はスマホやパソコンで四六時中ほとんど BGM のように聞いています。2ヶ月ちょっとで全部聞き、今は2週目の160回を聞いている頃です、うん、早速私の中でケリーさんも水月さんも、ダチとも、いいえ、マブダチと言っても過言ではありません。ケリーさんが京都に来られた時は、水月さんも誘って飲みに行きましょうと、いただきました。はい、で、もう一度いただいてですね、ほう、ケリーさん、水月さん、こんにちはと、412回の鉄道昇華その6を拝、あ、続鉄道昇華その6を拝聴しました、うん、ケリーさんのお歌も最初の頃と比べるとだいぶ上手くなりましたね。鉄道昇華があることは子供の頃から知っていましたが、東海道線だけだと思っていました。昇華で全国を旅行できるとは知りませんでした。鉄道の旅はいいですね。私は車窓の景色を楽しみながらのんびり行くのが好みなのですが、日程やお財布の都合でなかなか思い通りには行かず、夜行バスや車など別の交通手段になっています。次はどの路線になるのでしょう、楽しみにしておりますといただきました。うん、はい、ありがとうございます。でね、花丸ちゃんね、これね、我が家にはね、ケリーさんのパソコンにはね、はあ、2通まとめて届いたんです、はい、でも花丸ちゃんによるとね、これ3週間のねズレがあるそうです。ああ、そうなの、うん、へえ。で、グッズ買っていただいたんですけど、うんうん、何も届かないんだけどっていうのも書いてあって、はあ、と思ったらですね、どうもパソコンのかサーバーの都合で、うん、どっかでふん詰まりになってたよね。ふん詰まり、まとめてドッと届きました。あ、そう、うん、なんでそのトラブルはね、改善されたんですけど、時々ですね、やっぱ迷惑メールの方にね、あ、行っちゃってる方いらっしゃるみたいですね。フィルターがね、うん、で、たまにチェックはするんですけど、もしね、お便りだったけど読まれなかったよって方はごめんなさいだったかも、うん、知れないですね。うん。ね、ね、もう今、これ、8月にお便りが届いたので、はい、もう今3週目ぐらいに入ったのかしらね。そういう聞き方ありなの、ね、だって400回以上あるんだよ。まっせやな。毎日聞いても1年以上かかるんだね。1日1個 ね聞いて、で、だいたい今だいたい40分から50分ぐらいなの。初期の頃は30分ぐらいだったけど、うん、うん、で、僕はなるべく長くはしないようにしてるんですよ、うん、うん、絶対1時間以内には終わるようにしてて、うん、長い番組さんって、うん、ね、聞ける番組と、そうね、辛くなる番組あるんですよ。そうですね、うん、で、聞ける番組さんはね、聞いてるんですけど、うん、もうね1時間半2時間とか
してる番組でも聞いてるとなんか2時間とかあんの？ありますよ。え、もう喋りだけで？はい。へえ。で辛くなってくるの、ね、何を喋んの？いろいろ大したこと喋ってませんけどいやそれがね、たまにだったらいいんだけど、あ、毎週昔は30分だったのに今1時間半とか2時間ですってとことか。それはでも私1回で聞くってこと想定してないんじゃないの？それも聞き方はこっちいろいろじゃない、キレキレに、うん、で僕は聞きたい派なんです、一気に、うん、あ、でも話が辛くなってきて聞いててね。まあね、そこはなかなかね、うん、プロでもやっぱり2時間話でも出すって大変ですからね、うんうん、なんで、あのでも聞かないの失礼だと思って、はあ、辛いと思いながら聞いてた時期もあったんですじゃあそれで、もうやめたんですよ。でしょうな。もうすごい脅迫されてる感じになってたから、追い詰めてる感じになっちゃったから、そしたら楽になりましたね、うん、そらそうやろなので今あんまり聞いてない、数がちょっと減ってるんですけどね、うん、だからあの僕ね、こうなんか集中力って基本1時間だと思っているので、まあ一般的にそうですね、うん、だいたい50分が限界だって言いますからね、うん、なのであんまりね長くしないようにと思ってね、うん、やっております。時々時計を気にしながらね喋っておるんですよ、うん、はいね、あの話はちょっと話それずれちゃいましたけどね、うん、あのまたね、あのしんどくない程度でね、はい、聞いてくださいね、うん、はい。おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。うん、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。